那我们第一个圣地叫做珊瑚田。那我们从2009年开始在这边富裕珊瑚。那富裕完的珊瑚呢，都在接下海左侧出去左手边的地方。我今天到洞口，你有没有办法吃吧？吃了好小心。现在你都吃吗？应该是我们。垃圾发送吗？你现在已经睡了。2009年的时候一开始的样子，像左边就有边那张照片一样。经过10年之后，现在的珊瑚，2019年的时候已经长成最右边那张照片的样子。我们までに約80万株ぐらいの珊瑚を植えています。但是实际上，他们种了8万棵。今だと珊瑚がすごく大きくなってて、魚もすごく増えてます。但是因为珊瑚已经变得很大颗，而且鱼类也增加了。这只绿蜥龟是怎么来的？捡到吗？还是？店内に NPO の団体さんがいるんですけど、この団体さんが生まれた時に砂浜で保護してこっちに連れてきて、で大きくなったらまた海に返すっていう感じ。子供を海で拾った。そうです。海あビーチで。ビーチで、はい。他们好像在有 NPO 在沙滩上发现这个小海龟比较虚弱。所以他们把它养在这边，等到它长大之后，再把它放了，打算就把它放到海里。あの子も今もうすぐ3歳ぐらいなので、年内に海に帰る。那它现在目前大概是3岁，所以应该今年就会把它放回大海。我明年来就看不到哦。来年じゃあもう会えないですね。会えないかもしれない。可能应该见不到了。好，你有真会让你。